い、加藤散歩始まりました。今回の加藤散歩はですね、ここ福岡県福岡市城南区やってきております。こう街並み見てるとですね、マンションが結構建ってるんですよね。博多区、そして中央区、そしてちょっとずれて、城南区があるということで、ここはベッドタウンになってるのかなという感じですね。早速行きましょう。レッツゴー。ちょっとね、区役所入ってきた。ニッコリンっていうキャラクターがいてですね、これがなんかあの油山っていう山があって、この、城南区と佐原区と南区にまたがる山なんですけど、それの、ね、妖精ということでね、ちょっと寝癖直した方がいいかもね。これね、ちょっと寝癖がすごいよっていう。はい、ここね、優先亭公園っていうところです。名古屋でいう徳川園みたいなところなんですけど、お城とかの城主が、その地域を仕切ってる方が、庭としてね、こうでっかい土地として、家にちょっとついてる庭とかじゃなくても庭としてこう作った場所ということで、ちょっと行きましょうかね。はい、なんかね、木からいろいろ生えてるよ、こうやって。なんかこういう草だったり、あとこう、こう草の草かな、これでね、庭の中に滝があるのがびっくりしたんだよね。すごいですね、家に滝をこう置きたいですよね。落ち着くよね、こういうとこ来るとね。ここで、なんかお茶が飲める、和菓子とお茶が楽しめるという、見ながらゆっくりとした時間を過ごす。いや、まだ趣味の人いそうだよね。はい、ということで城南区散歩させていただきました。優先亭で、散歩させていただきましたけど、動物の森でこう作っていく感覚なんでしょうね。昔の人もこうやって、ここに柵を立ててここに池を作って、それが今でも残ってるというのがすごいですよね。はい、ありがとうございました。